全然車いねえんだぜ。同時加速でお互いさらに譲ってたっていうわけのわからない、目の前には岩砂漠、この方結局見に行くんだったんだね。え、これがあの岩砂漠ですよ。ついてるんで、なんだろうね、この変なキュンキュンキュンとか道路の音か、トラックの音。まあ、結局目の前にトラックがたくさん。こっちか。じゃあとりあえず風景を皆さんに見てもらうために、同じ牛歩は牛歩でも右側の方が多分早いのかな、遅いレーンの方が なぜか知らないけど、あ、でもこっちも早いか。とりあえずトラックがずっと続いてんね、輸送用の。そうするとどうしてもね、視界がね、見えないからね、風景っていうか、砂漠だな。サークル系サンクス、今サンクスないんだっけ、これサークル系なのかな。いや、でもコンビニ、ガソリンスタンドにコンビニみたいな感じだから、あれはサークル系なんだろうか、よくわからない。サークル系サンクスは今どうなったの。まあ、ないっていう話らしいですけど、ほらほら、そうするとね、風力発電、すごい風力発電が多いのが見えるんだけど、でもちょっとあれかな、私はどう映ってるのかわからないんだけど、この右斜め車のせいで、もしかして視界が全て塞がれてるような、そんな気も。ただまあしばらく続くはずだからね。すげえ大きいやつとか小さいやつとかね、まあこの車押してしまえば、ほらね、風力発電、内側にね、さすがになんて言うんだろう、そのパームスプリングに来る人たちはもうこの時間は多分、ね、夜まで遊んで帰るか。でもね、いちいちな200キロくらい、今度200キロくらいになるからね、パームスプリングはね。そうなるとな、やっぱり止まった方がいいっていう、まあ、止まらなくても1日で行って帰ってこれるんだけどね。ただね、まあ、それでいろいろ遊んだりしてるとね、帰るの深夜の2時とかに私はなった記憶が昔あったな。
いろいろやってたら、だって200キロでしょ、まあ、100キロで2時間だからね。ないよね、風力サーカスって、まあ、あそこに左側にあるにはあるけども、まあ、だからといって大きい、すごい大きいってわけじゃないよね。何分ここ砂漠だから多分ね、まあ、夏はものすごくここら辺って暑いね、ものすごく。だからゴルフ場とかもね、有名なゴルフ場とかもね、本当に安いんだよ、ね、とても安いんだよね。ただ冬になって、暖かいからっつってこっちに来るとか、まあ、そういうようなことはあるわけだね。久しぶりだな。ほらほらほら、すげえと思わないで、車がね越したらしばらく越してこないとかね、後ろに2台いるかな。ほらもう何、地表を見ると、地表っていうか地面見るとさ、砂漠、岩砂漠、スピードリミット65マイルだから、もう私はそれでも速いよな、65マイルって100キロ超えてるもんな。100キロ超えても65マイルには到達しないからね。あ、ここ55マイルだった。あ、じゃあオールビアコウェントーインって書いてある。なんか牽引してるときはスピードを落としてねってことだね。ほら全然車いねえんだぜ。
走る必要ないもんな。後ろに1台しかいないからね。ただね、ほら私みたいに、あ、車が少ないんだ、じゃあスピード落としてのんびり走ろうっていうのと、あ、車いないんだ、じゃあスピード出そうっていう人と2種類いるじゃない。でこれ前の動画に多分乗って、あのこのパームスプリングのね前の動画に多分乗ってるか編集してないかどうか分かんないけど、あのやっぱりスピードの出しすぎで警察に捕まってる人いるのよ。それやっぱり避けたいよね。ただこう放っとくとさ、なんて言うんだろう、知らない間にアクセル踏んでるっていうのもまああるっちゃあるよね。だってここだとさ、ひたすら車走ってないところ走るわけだからさ、シャレじゃなくてさ、日本みたいにカバーしてないからさ、コンクリートで固めるみたいな。アメリカはその分広いからね。ほらもう一面ね、だから電気、あの風力発電、気圧のあれで耳が飛行機乗った感じになってる。もうちょっとであの市街地でね、さ、やっぱり道がさ、あの極端に少ないから、こういうところでさ U ターンさせるようにしないとさ、ね、ずっと直線走ってるわけだからさ、どこかで左折して要するに方向転換とかできないからさ、そうしないと逆走になるからさ、たまにちょろちょろ出てくるよね。後ろからすごい米粒みたいなので、一応車の何台か3台4台来てんのかな、3台かな。結局前の車もね、あの2台の車もペース、ま、守って走ってるから、何キロくらいかな、65マイルか、まあだから車が少ないから、じゃあスピード出そうってわけじゃないよね。2台ね、この車は一体どれくらいのスピードを出してるんだろうって感じだな。後ろの車はずっと米粒のまま、もうちょっとしたら出てくるんだね。ただ
ただゴンドラはほらコロナ禍だからゴンドラ密になるからね。でもまあ今はもうやってんだろうね。さすがにそうしないと商売にならないしね。メンテナンスとかも使わなきゃそのまま放置で朽ちてしまうから、使わないより使ってメンテナンスした方が多分いいんだろうね。もうすごい岩だもんな。いつの時代から置いてある岩かは全くわからない岩、まあ、人工的に積み上げられてるのはまあ明らかに人工的に、ね、移動されたやつ。ここら辺でスピードダウンしてもいいね。信号出るよっていう注意してちょんまげ、はい、50マイル行かない。これあチケットアベイラブって書いてるね。パーシェスチケット 3.5 マイルファーストタイムアップ8時からで、8時から8時まで。へえ、それは知らなんだ。ラストタームトラム9時30分だって。8時まで登ることできるんだけど帰ってくるのは9時半か、うん、働く人たちもまあ多分日交代制なのかな。そうするとね、あそこね、上がった、あの走った動画あるけどね、一回スコア上がるとだから U ターンできないのよ。まあ無理やりしようと思えばできるんだろうけど、そこで対向車が来てたら危ないからね。そもそもそのゴンドラっていうかトラムっていうか乗る人たちが目的を持っていく場所なんでね。はい、市街地入ったね。